ソリティアは一人で遊ぶゲームのこと。ソリテール、ソリテア、ソリテアとも言う。KDE のクロンダイク。このルールの Windows 付属のプログラムがソリティアであるボードゲームやカードゲームなどのうち一人だけで遊ぶことのできるゲームの総称であるが代表的であるカードゲームのそれを指すことも多い。ソリティアはもともとフランス語で フランス語の発音に近い表記では、ソリテール、シュリットル、英語の発音に近い表記は、ソリテア、SL、トンである。トランプを使うソリティアは、ペーシェンスとも呼ばれる。なお、クロンダイクというソリティアがあるが、Windows に標準添付だったクロンダイクのゲームプログラムが、ソリティアという名前だったため、クロンダイクの名前が、ソリティアであると非常によく誤認されている。 一人で遊ぶゲームのため直接的な対戦はできないがコンペティティブペーシェンスとしてスコアやタイムを他のプレイヤーと比較して間接的に対戦を行う場合があるソリティアは初期状態と選択予知とクリア可能性について次のように分けられるこれらの組み合わせによりパズル的なもの占い的なものクリア確率など様々であるカードを使うもので 代表的な記事のあるものをあげる。カードゲーム以外で代表的な記事のあるものをあげる。将棋や、チェスや、ウォーゲーム、テニスなど、本来対戦相手が必要なゲームもソリティアがある。詰将棋や、チェスプロブレムなど、対戦相手を必要としない一人プレイ専用に、作られたもの、対戦相手の行動をランダムに選択したり、 単純な機械的に代用するなどするルールを追加して一人プレイを可能にするものがある。コンピュータゲームの将棋やチェス、アクションゲームなど一人で遊ぶゲームでも、機械的に代用されたプレイヤーがコードである場合は、ソリティアやシングルプレイゲームではないという見解もある。ありがとうございます。